はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はですね、お疲れマンモスさんとのコラボ企画の第2弾というところで、ナショナルリーグ中地区の順位予想をしていきたいと思うんですけれども、まず簡単に昨年の順位を振り返っていきますと、まずセントルイスカージナルスが91勝で昨年地区優勝を果たしまして、で2位がミルウォーキーブルワーズで89勝でワイルドカードで、3位がシカゴカブスで84勝で、シンシナティレッズが75勝、ピッツバーグパイレッツが69勝という具合だったんですけれども、まあただですね、このオフ、まあシンシナティレッズ、まあ昨年4位だったんですけれども、まあ非常に積極的に補強にも動きましたし、で、一方で地区の上位3チーム、セントルイスカージナルスとミルウォーキーブルワーズと、まあそれからシカゴカブスというところは、まあオフシーズン中に主力選手をそれぞれ失っていますので、まあちょっとですね、また今年の勢力図というところが変わってくるのかなとは思うんですけれども、まあ、そういうところも踏まえながら今期のナショナルリーグ中地区というのはどういう風になるのかというところをちょっと予想していきたいなと思います。はい、そしてこちらが私116ウィンズの今期の中地区の予想になります。まあ、今オフの事情を考えますと、まあ、レッズが一気に駆け上がる展開っていうのは十分あり得るのかなとは思うんですけれども、まあ、ただですね、上位の4チームの実力っていうところは非常に拮抗していますので、まあ、終盤、シーズンの終盤までかなり順位争いっていうのはもつれそうだなという印象ですね。まあ、レッズに関しては順当にいけば昨年からプラス10勝、まあ、昨年75勝でしたので、まあ、85勝は、まあ、少なくとも期待できるかなという感じでして、で、カージナルスとカブスについては、まあ、それぞれカージナルスはオズーナで、カブスはカスティアノスを、まあ、今オフ失ってますけれども、まあ、そこの打撃の穴をどう埋めるかっていうところですかね。で、ブルワーズに関しては、まあ、キャッチャーのヤズマニ・グランダルを失っているというところで、まあ、その穴がかなり響いてくるんじゃないのかなという印象ですね。で、パイレーツに関してはちょっとこの4球団と比べるとちょっと戦力的に劣っていますので、まあ、ちょっと上位進出というところは厳しそうかなというところですかね。ただ冒頭にも言いましたけれども、まあ、4球団の実力が非常に拮抗していますので、まあ、レッズ以外でも、まあ、カージナルス、カブス、ブルワーズに関しても地区優勝の目というのは十分あるのかなと思いますね。というところで次からですね、各チームの状況について簡単に見ていこうかなと思います。はい、まずは私が地区優勝候補として挙げたシンシナティレッズから見ていきたいと思います。まずなんといってもこのオフ大補強に出まして、一気にチームが強化されたという印象ですよね。まあセカンドのマイク・ムスタカスで、ここのデプスチャートではライトに入っているマニック・カスティアノス、まあ、それから秋山翔吾ですとか、あとはウェイド・マイリーというところで、まあ、非常にですね、チームの必要なポイントを的確に抑えていったなという補強を、まあ、していったレッズなんですけれども、まあ、特にですね、まあ、ムスタカスとカスティアノスと、あとは秋山が入ったというところで、まあ、攻撃陣が大幅に改善されましたよね。で、昨年のレッズっていうのは、まあ、本拠地がグレートアメリカンボールパークという、まあ、非常に打者に有利な球場を本拠地としながらもですね、まあ、得点力がちょっと下位に沈んでしまったというところもあって、まあ、やはり打線の強化必須というところだったんですけれども、まあ、そこにですね、リードオフタイプの秋山と、まあ、それから主砲タイプのカスティアノスと、まあ、ムスタカスが入ったというところで、まあ、補強もですね、非常にバランスよくできたなというところですね。で、さらに打撃だけでなく、まあ、先発ローテーションも非常にメンバーが充実しておりまして、まあ、あのカスティオですとかソニー・グレイは、まあ、当然昨年も非常にいい活躍もしましたし、まあ、トレバー・バウアーに関しては昨年のトレードデッドラインで移籍してから、まあ、ちょっと良いピッチングができていなかったんですけれども、まあ、彼が復活すれば本当に 1番手から3番手まで本当にエース級のピッチャーが並ぶようなローテーションになりますし、まあ、ローテーションの後ろの方も、まあ、デスクラファニーですとか、まあ、あの補強で獲得したマイリーに関しても、まあ、非常に後ろを任せるには十分いいピッチャーではありますので、まあ、ローテーションも非常にソリッドというところで、まあ、十分プレーオフを狙えるようなチームが揃ったなという印象ですね。ただ一つ懸念点を挙げるとすれば、まあ、レッズの守備ですよね。セカンドに今のところムスタカスが入っていますけれども、まあ、昨年ムスタカス守備は一応平均程度だったんですけれども、まあ、それもあのブルワーズがうまく守備シフトを活用したおかげというふうにも、まあ、言われていますので、まあ、同じように活用しないとちょっとレッズでは、まあ、セカンドで大幅なマイナスを作りかねないですし、またライトのカスティアノスに関しても、まあ、守備はお世辞にもうまいとは言い難いですし、でセンターもですね、まあ、秋山が入るとは思うんですけれど、まあ、秋山もここ2年間は NPB で、まあ、平均以下の守備力というところで、まあ、ちょっとですね、守備力がかなり問題になりかねないような、まあ、布陣にはなっていますので、まあ、なんとかですね、レッズもうまくこう分析とかを活用してですね、まあ、守備で大きなマイナスを作り出さないように首脳陣がうまくチームを回せれば良いと思いますね。ただ非常に楽しみなチームであることには変わりありませんので、まあ、なんとかですね、2012年以来の地区優勝というところを目指してほしいなと思いますね。
はい、続いてはセントルイスカージナルスですね。カージナルスは昨年地区優勝を果たしているんですけれども、まあそのチームからレフトのマーセル・オズーナという、まあ打線の中軸を担うような選手がまあ FA で移籍してしまったんですけれど、まあその穴を今年はどう埋めていくのかっていうところが一つポイントになってきそうですね。まあ今のところレフトにはタイラ・オニールというまあ若手が入る予定ではあるんですけれども、まあオニール一人でなかなかオズーナの穴というところはまあ埋めるのはちょっと荷が重いとは思いますので、まあ、なんとかですね、他の選手もですね、パフォーマンスを上げて、まあ、オズーナの穴というところを埋めていきたいとは思うんですけれども、まあ、特にですね、ポール・ゴールドシュミットあたりが、まあ、なんとかアリゾナ時代の打撃を少しでも取り戻せれば、まあ、十分オズーナの穴というところは埋まるとは思うんですけれども、まあ、ただ昨年と同レベルぐらいの打撃ですと、まあ、ちょっとオズーナの穴が埋まらずにズルズルといってしまうのかなと思ってしまいますね。で、個人的にはトミー・エドマンが2年目の今季もしっかり昨年と同様の活躍ができるかというところをちょっと注目して見ていきたいですね。まあ何かとですね、カージナルスの若手の野手っていうのは、まあ出てきた年は結構活躍しても、なかなかその翌年も、まあ同じような水準で活躍するっていうところが、まあなかなか難しい選手っていうところも結構多いですので、まあエドマンがですね、しっかり2年目も活躍できるかっていうところは、まあ非常にカージナルス打線にとっても、まあ大きな問題にはなってきますので、まあなんとかエドマンが昨年と同様、まああるいはそれ以上のパフォーマンスを残せるのかっていうところは、まあちょっと注目して見ていきたいポイントですね。で、打線はオズーナを失ってしまったんですけれども、まあ投手陣に関してはほとんどですね、主力選手が昨年から残っていますので、まあ、先発のジャック・フラハティを筆頭にですね、まあ引き続き今年も投手陣がチームを引っ張っていければ、まあ上位進出っていうのは十分あり得るのかなというところであるとは思うんですけれども、まあとはいえですね、まあ目立った補強が今オフありませんでしたので、まあただオズーナを失っただけというところで、まあ昨年の91勝を超えるっていうところは、まあなかなか難しいのかなというのが個人的な予想ですね。はい、続いてはシカゴカブスですね。カブスはですね、まあライトのカステヤノスをまあ FA でレッズに失ってしまったわけなんですけれども、まあそこの代わりっていうのが今のところ入っているのがジェイソン・ヘイワードと、まああとはスティーブン・スーザージュニアというところで、まあその二人でカステヤノスの穴が埋まるかって言われると、まあ私としてはちょっと微妙かなというふうに思いますね。で、さらにまあクリス・ブライアントのトレードの噂が結構出ていますので、まあ今のところブライアントを残す方針ではあるとは思うんですけれども、まあもしブライアントがトレードされるような事態になれば、まあカブスの立ち位置っていうのは大きく変わってくるのかなというところですかね。まあというところで打線がちょっとどうなるかがかなり不透明なところであるんですけれども、まあ先発陣は個人的に面白いなと思ってまして、まあ例えばダルビッシュとかがまあ昨年の後半戦のようなピッチングができれば、まあ十分あのエースとして活躍できると思いますし、まあ他にもですね、カイル・ヘンドリックスですとか、まあホセ・キンタナあたりが、まあ、昨年よりもう一段上の活躍っていうところができれば、まあ、打線が多少不透明とはいえ、まあ、なんとかですね戦ってはいけるのかなというふうには思いますね。あと個人的に気になっているのが、あのカブスこのブルペンで本当に開幕するつもりなのかというところですよね。カブスはコーンオフ結構リリーフ投手を FA で失っていまして、まあ、例えばスティーブ・シシェックですとか、あとはブランドン・キンツラーですとか、まあ、あとはあのペドロ・ストロップもなんかもそうなんですけれど、まあ、結構ですね、昨年、まあ、あのブルペンの柱として、まあ、投げた選手たちが一斉に FA で出ていってしまった中で、ブルペン補強というところが、まあ、ジェレミー・ジェフレスぐらいだったので、まあ、ちょっとですね、どうするつもりなんだろうというところが気になってはいるんですけれども、まあ、今のブルペン陣にかなり自信があるというところなんでしょうかね。そのあたりのジェド・ホイヤー GM の判断が、まあ、吉と出るか凶と出るかっていうところはちょっとですね気になるところですね。はい、続いてはミルウォーキーブルワーズについて話していこうと思います。ブルワーズについては昨年からヤズマニグランダルとそれからマイク・ムスタカスがそれぞれ FA で移籍したというところで、まあ打線の主力というところが2人一気に抜けてはしまったんですけれども、まああのグランダルのキャッチャーの穴というところは、まあオマー・ナルバエスが、まあ、マリナーズからトレードで移籍しましたし、またセカンドについては、まあ、トッププロスペクトであるケストン・ヒューラーが入る予定ですから、まあ、打線については、まあ、そこまで彼らの穴っていうところは感じないのかなというところですかね。で、私がどちらかというと懸念しているのがグランダルの守備力を失ったことでブルワーズの投手陣にどのような影響を与えるかというところですよね。まあ、グランダルという選手は攻撃面では非常に、まあ、キャッチャーとしては、まあ、いい選手ではあったんですけれども、さらにですね、実は守備でも、まあ、特にフレーミングの評価が非常に高いキャッチャーでして、まあ、それがですね、まあ、おそらくブルワーズの投手陣にも、まあ、良い影響を与えていたと思うんですけれど、まあ、そのグランダルの代わりが、まあ、次入ってきたナルバエスってなってしまうと、まあ、逆にですね、ナルバエスは、まあ、フレーミングの評価がものすごい悪いキャッチャーなんですね。
まあもちろんマリナーズファンとしてナルバエスには頑張ってほしいという気持ちはもちろんあるんですけれど、ただグランダルの穴がナルバエスで埋めるってなってしまうと、まあちょっとですね、昨年よりも投手陣っていうのはまあ非常に苦しい戦いを強いられるのかなっていうところは、まあちょっと率直に思っていますね。で、ブルワーズに関しては他にはほとんど目立った補強っていうところがあまりありませんでしたので、まあちょっとですね、まあ昨年まあ89勝でワイルドカードは取っているチームであるんですけれども、まあ、このグランダルの穴というところが響いて、まあ、ちょっとですね、5割近辺まで落ちてきてしまうんじゃないのかなというところが個人的な予想ですね。はい、最後はピッツバーグパイレーツについて話していこうと思います。パイレーツに関しては、まあ、エースのジェームソン・タヤンが、まあ、怪我で、まあ、長期不在っていうところと、まあ、あとはオフシーズン中にスターリング・マーテをトレードしてしまったというところで、まあ、いくらですね、ナショナルリーグ中地区が戦力的に競った地区とはいえ、まあ、ちょっとですね、パイレーツの上位進出っていうところはちょっと厳しそうなのかなというところが率直な印象ですね。まあ、とはいえですね、選手単体で見ると、まあ、ブライアン・レイノルズですとか、あとはケビン・ニューマンですとか、まあ、投手で言えばミッチ・ケラーですとか、まあ、非常に若手で面白い存在っていうのも、まあ、多いチームではありますので、まあ、来季はですね、そういった選手たちの活躍っていうところが、まあ、一つポイントにはなってくるのかなとは思いますね。で、パイレーツは、まあ、昨年結構チーム内でごたごたがありまして、まあ、例えばキオン・ケーラが、まあ、首脳陣と衝突したりですとか、あとはカイル・クリックとフェリペ・バスケスがクラブハウス内で喧嘩になって、まあ、クリックが怪我を負うっていうこともありましたし、あとはそのバスケスが、まあ、未成年との淫行容疑でちょっと逮捕されるという事態もありましたし、まあ、ちょっとですねチーム内でちょっといろいろとこう不祥事と言いますか、まあいろいろとこうごたごたがあったチームではありますので、まあ、まずはですね今年1年をそういったごたごたを過去のものにするような、まあ、1年にすることができれば良いのかなというところですかね。はい、というところで私の順位予想は以上となります。順位予想については皆さんいろいろなご意見があるかと思いますので、まあ、お疲れマンモスさんの動画も含めてですね、順位予想へのコメントをいただけると大変幸いです。で、皆さんのですね、順位予想を見られるのも非常に楽しみにしておりますので、まあ、そちらもですね、コメント欄なんかに残してもらえると、非常に嬉しいです。大補強したレッズが一気に地区優勝に躍り出るのか、はたまた4球団がそれに待ったをかけるのか、来年のナショナルリーグ中地区はどうなるのかというところを、まあ、皆さんのいろいろなご意見いただけると大変幸いです。またこの他にもですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。